はい、皆さんこんにちは、樋口金物彦です。今回はですね、チェーンソーのチェーンの外れる原因っていうのをご紹介というかご案内考察していきたいと思います。どうしてもね、チェーンソーのチェーン外れることあるっていう人多くいらっしゃると思います。で、外れてしまうとね、チェーンがガイドバーにはまんなくなってしまう、なんでだろうってなってしまう方が多いと思います。ちょっと今日は簡単にその原理をご説明したいと思います。それではチェーンが外れる仕組みをご説明したいと思います。わざとこれ今チェーン緩めてます、わかりやすいようにね。チェーンソーのチェーンの上場で枝払いすることが多いかと思います。で、そこでしなるものにチェーンの刃を立てていくと横に引っ張られちゃうんですね。で、横に引っ張られながら回していくとこのように外れたガイドバーのレールから外れた状態で先端の方まで行ってしまうと簡単にこのように外れちゃうんですね。で、そうするとエンジン本体のスプロケットは一生懸命回っているので、そこに残ってしまった、残ってるチェーンがここに叩かれてしまって、チェーンがガイドバーに入らなくなってしまうというトラブルがよくあります。その場合はね、その潰れてしまったところを削ればいいんですけど、なので普通にたまぎってて、太い木をたまぎっててチェーンが外れるっていうシチュエーションは少ないんですね。昔の自転車の変速をイメージしていただければ分かりやすいかと思うんですけど、横の応力がかかった状態、チェーンソーのチェーンに横の応力がかかりながらギアのところまで行くとギア変速できますよね。そのと同じ原理でチェーンに横の応力がかかってしまうと簡単に外れちゃうんです。ここにもギアがついてるので、スプロケットですけどね、ここの部分で横にずれることで外れちゃうんですね。なので、ハードノーズバーの方が外れにくかったりします。ハードノーズバーというと、こういう先端に歯車がないタイプのことを言います。その代わりね、チェーンスピードが10%から 15% ぐらい遅くなっちゃいます。なので、今販売されてる数はトータルで見ると 10% 前後ぐらいかと思います。うちのお店で見れば、10% もないです。突っ込み切りとかした時にガイドバーの先端が壊れるってことがないので、一部分の人には人気のガイドバーにはなってますけど、チェーンスピードが遅くなるのでね。で、さらに、チェーンオイルの出が、左右されます。かなり熱を持っちゃうので、チェーンが伸びてしまって張り付いてチェーンが回んなくなるっていうことも増えてしまうので、そういうのも含めてトータルでスプロケットノーズのガイドバーが今主流になってるっていうのはそういった背景にあります。はい、いかがだったでしょうか。チェーンソーのチェーン、このように横の応力がかかることで外れてしまうんですね。なので太い木を切ってる時っていうのは外れがたいんです。なので薪作りだけしてる方っていうのはチェーン外れたことあるっていう人は少ないと思います。逆に抜刀して枝払いしてる方なんかはかなり多いと思います。あと枝払い以外にでもですね、刈り払い機なんかでやるような、2センチから3センチとか細いしなる茅とか木になりそうなやつですね、それをチェーンソーで水平にして横にもう下にして、切っていくっていう山の作業だったり、そういうしばらく放置した場所の草木を切っていくんだっていうので、チェーンソーを使ってそうやって横に払い倒していったりしてる人なんかね、よくチェーンを外してしまうんですけど、もうしなるものはとにかくチェーンソー苦手なんです。チェーンが簡単に外れちゃうんです。なので、3センチ以下であればハサミが有効になります。なので、そういう細いものはね、ハサミとかバリカンとかそういったタイプが有効になるので、
用途用途で刃を選択してあげるっていうのが重要になります。まあ実際はね、もう蚊帳とかそういうものであれば、実は笹刈り刃のあさり出ししたもの、もしくは木を切るように振ってあるもののチップソーとかそういった方が得意なので、チェーンソーじゃなくてね、そっちの方がいいと思います。あと枝払いもね、競技の最中で JLC の選手なんかでもね、よく外れてしまうんですけど、やっぱり横の応力がちょっとかかってるだけで外れちゃうんですね。時速70キロ以上で刃が回っているので、そこに対して横の応力が一瞬でもかかっちゃうと、先端のスプロケットギアから外れてしまうのでね、なのでチェーンが外れてしまうということになってしまいます。チェーンが外れた後、スパースプロケットの方が、動画内でもご紹介したように、チェーンのドライブリンクを叩いてしまってバーにはまらなくなるっていうトラブルがあるんですけど、リム式のスプロケットだとそれが少ないので、リム式の方がいいという方も多くいらっしゃいます。プロ仕様の方のチェーンソーはね、リム式にそれでなっております。ランニングコストもリム式の方が抑えられます。ただ、クラッチドラム、クラッチドラムのね、この内側が減ってきたら、リム式であってもクラッチドラムの交換が必要になります。これはもうタイミングになってしまってるやつですね。このように変形してしまってますね。というふうに、リム式だからってクラッチドラムずっと使えるわけではないのでね、こういったのとかも、専門店にチェックしてもらいながら使い続けていただくことが重要になります。今回簡単な動画ではありましたけど、チェーンの原理、実は簡単な原理で外れてしまってるけど、それを認識がなかったっていうだけだったっていう方が結構多くいらっしゃると思いましたので、ちょっと動画にさせていただきました。今回の動画良かったなと思いましたら、高評価をお願いいたします。チャンネル登録まだな方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。